大相撲秋場所8日目、15日、東京・両国国技館、大関豊昇龍、25イコール立浪、が幕内若本春、30イコール荒を、おどけて星を4勝4敗の5分に戻した。仕切りでは、相手をにらみつけるなど気合十分、相手得意の左四つで土俵際まで寄られるも、最後は右足を跳ね上げながら首投げで逆転勝ちした。取り組み後は もっと前に出たかったけど手をつく前に相手が何かしてくる気がして見ながら行った方がいいと思った相手が目を合わさなかったので何かやってくるのかなって考えすぎたかな最後は投げようと思っていなかったけどやっちゃった勝ってよかったけど相撲に関しては良くないと反省しきり場所後半に向けて相手の強い形左四つにしてしまった そこは反省して自分の相撲を取っていきたいと気持ちを